エターナルドゥームっていうのは奈落、それは自分自身にとっても一番暗いボトムのところというか、全て今までやってきたルールを忘れてアプローチしないとこれはノーシスにならないな、突きつけた銃口っていうのはどこに向けようが最終的には跳ね返って自分の元に返ってくる覚悟を込めた作品でもあります。